どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは、ナッツです。本日はサイバーパンク2077の動画になるんですけども、今日はちょっと読み方合ってるかわからないんですが、リジーというまるでショットガンのようなアイコニックピストル特徴や入手方法をご紹介させていただきます。この武器、色合いが結構可愛らしい武器にはなるんですけども、その見た目とは違って性能は結構強力なものになります。 ただ、この武器、テック武器になりまして、チャージショットが打てるんですけども、非常に強力なチャージショットではあるんですが、デフォルトの状態だとなかなか当てるのが難しいものになります。なんですが、とある改造パーツと組み合わせることによって解決することができますので、そういった部分も入手方法をご紹介させていただいた後にご紹介させていただきます。 それでは結構簡単に入手することができる武器になるんですけども、その入手方法をご紹介します。この武器はサイドジョブとかではなくてリジーズバーという場所で拾う武器になります。リジーズバーの場所はだいたいこのあたりになります。 このバーは夕方の18時から朝の6時頃までしか入れないので時間が合わない場合はスキップなどで対応してください。それではお店の入り口から武器までのルートです。まずはお店に入ってすぐ左の扉に入ってください。そしてそのままの流れで扉を1枚、2枚、そして3枚抜けていってください。そうするとそこが地下に続く階段になっておりますので地下に降りていただいてもう1枚扉を開けていきます。 そうするとすぐそこにある机の上にこちらの武器落ちておりますので拾ってくださいこの武器入手段階ではおそらくレアで固定の武器だと思うんですけども入手した後強化していくっていう流れになると思うんですが多分レジェンダリーまで強化できないみたいなんですよね大体のアイコニック武器とかって拾った後にレジェンダリーまで強化できるかレジェンダリーで拾えるかとかだと思うんですけどもリジーの場合はどうやらエピックまでになるようです ちょっと再起動かけたりとかいろいろと試してみたんですけどもレジェンダリーのクラフトのところにリジーが出てこないので多分レジェンダリーまでは強化できない武器なんだと思いますなので拾ったらエピックまで強化していくっていう感じですかねそれではリジーの特徴になるんですけども一発ごとに追加の弾丸を一つ発射するフルチャージすると発射される弾丸の数が増えるというものになります 実際に使ってみた感じ、チャージせずに撃った場合は、ちょっとした三段のような感じで弾が飛んでいくようなイメージです。そしてフルチャージすると5発くらいかな。結構弾は消費するんですけども、ダダダッと一気に弾を打ち込むような感じです。正確に言うと、またちょっと違うんですけども、ほんとちょっとショットガンに似た感覚を感じるピストルになります。特にチャージしない方の射撃がショットガン風な感じがしますね。 壁抜きもできるタイプの武器になりますので、地形次第では特に優位に戦いやすいと思います。えー、それでは、とある改造パーツをつけると化けるという部分についてご説明します。この武器のチャージショット、非常に強力なんですけども、デフォルトの状態だと反動が非常に強くて、撃つと跳ね上がります。ちょっとこちらの映像をご覧ください。えー、こちらは普通の射撃になるんですけども、これですね、これがチャージショットになるんですが、こんな感じでかなり上に跳ね上がります。 これだけ跳ね上がっちゃうと、ちょっと距離が空いた敵にチャージショットを当てていくのがなかなか難しいと思います。なので、こちらカウンターマスという改造パーツなんですけども、こちらを付けることによって、エイム中の縦方向の反動がなくなりますので、チャージショットをしっかりと狙った敵めがけて打ち込むことができます。この武器に関してはカウンターマス必須かもしれないですね。 逆にカウンターマスさえつけてしまえば一気に使いやすさが向上して強力なピストルになると思います。まあ正直トップクラスの武器とまではいかないと思うんですがエピックでこれなので相当優秀な武器ですよね。チャージショットと通常の射撃の使い分けで結構万能な一面もありますのでぜひ使ってみてください。はい。ということで本日は理事ご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか もしよろしければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。概要欄にツイッターもありますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた。バイバーイ。